皆さんチーはいというわけでね、えー、と画面にはもう、えー、と皆様が求めている「ベイが出ていると思いますけれども、まあ、今回ねこの「アーク・バハムート 2BAT」でいいのかな?「P」か?「AT」だよな。というわけでねこちらもね、えー、なんていうのかな、まあ、形見てわかる通りなんですけど、まあ、5枚刃ということでアルター・クロノスと,、えー、とビースト・ベヒーモスを結構モチーフというか。 まあ似てるベイなのかなと思っているんですけれどもまあ見てわかるとおり刃の向きが真逆ということで完全なるちょっと僕的には左回転かなと思っているんですけれどもまあ今回こちらのベイを取り扱いしているのがこのボア・アル・カセルうんすごく読みにくい名前、うん、<laughs> まあこの方がね使いますはいまあもうねえっ、ー、とアニメ上でも写っていると思いますこんな感じでね はいまあ、この方が使うんですけれども、まあ、ちょっと写真戻りましょうねみんなおあの見たいのはキャラクターじゃなくてベイだからねうんまあねこんなこんなでねえっ、ー、とこれが多分12月にランダムブースターで発売ということでねランダムなんだランダム9で発売の当たりベイになると思いますそれと同時に何だっけ <laughs> <laughs> スプリガンレクイエムスプリガンレクイエムがスターターとして同時発売でいいのかな多分クリスマスとかお年玉向けに来ると思われるうんただみんなが求めてるのはぶっちゃけ無限バルキリーかもしんないね無限ストライクバルキリーだったかなあれもね結構クリスマスに頼む人多いと思うんだけどみんなどれを頼むのかな <laughs> まあ俺は いい子にしてるんだけどさ、もう何、<laughs> サンタさん来ないんだ。<laughs> 来ない。<laughs> 子供じゃないでしょ。いやいやいや、<coughs> 大人でもね来てくれてもいいじゃん。いつも毎日仕事頑張ってんだよサンタさん。はい、まあこんな話はねどうでもいいとしてね。っえっとまあこんな感じでまあ今回はねえっ、ー、とアークバハムートのねえっ、ー、と写真がまあ公開されたということで今回こういう感じの動画でした。それではねえっ、ー、と皆さんも。 これからもね、えー、どんどんこんな感じで動画上げていきますのでよろしければ、チャンネル登録、コメント等々よろしくお願いいたします。あとね、あの、アークバハムート以外にも、このベイが出るよとか、あの、アークバ,バハムートのレイヤーギミックはこうだよとか、なんかそういうアドバイス的な,なんか予測があれば、あの、どしどし遠慮せずにコメントしてください。それでは、以上